とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ今日もですね、妖怪学園ワイワイワイ学園生活やっていきます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はですね、これお待ちかねだった方もいるかと思います。キャラクターのランキングをいきます。まあキャラクター10体揃いましたね。この10人で誰が一番弱くて誰が一番強いのかやっていきましょう。このランキングは個人的な意見が入っております。ご了承ください。それでは早速10位から見ていきましょう。10位はこのキャラクターです。第10位は空花ですね。これはまあ皆さんわかると思うんですけども、答えは簡単、変身ができないからですね。変身ができればまあ強くなると思うんですけども、おそらくできるようになるんですよ。次の次のアップデートぐらいかな、それぐらいで多分変身はできるようになると思うんですけども、まあ今の現状ね、今の現状ではとても使い物になりませんので、第10位とさせていただきます。第9位はふぶきさんですね。ふぶきさんはちょっとね、惜しいところがあるんですよ。何が惜しいかというと、スピリットの高さが全キャラ中トップクラスに高いんですね、スピリットが。なのに攻撃スキルがないっていうところが一番ちょっと残念なところですね。これにもしも攻撃スキルが、追加されると順位は変わってくると思うんだけども、今現状まあヒールも微妙だし、バフも微妙、デバフも微妙っていうことで、そんなに使えるキャラじゃないですね。第9位はふぶきさんです。第8位はマタロウですね。マタロウはね、まあ一応変身はできるんだけども、ほんと原作通りで生身の人間の姿の 1.2 倍の能力しかないんですよ。なので使い切れないね、ちょっと。ヒールもあるんだけども、徐々に回復なので、ヒーラーとしてもちょっと微妙で、バフはまあいいとして、攻撃スキルがねちょっとこうばらけすぎるので、ダメージがもうちょっとね、自分のその場で回ってくれればダメージも与えれるんですけども、移動してねばらけてしまうので、それがちょっとね嫌なところかな。はい、マタロウ、まあ変身がねおそらくもう一回来るんだよ。マタロウすごいヒーローに変身すると思うんだけども、まあ今現状では8位ですね。第7位はキュービ先輩ですね。キュービ先輩はね、いいとこ悪いところがねあるんですよ。まあいいとことしては、あの狂乱のセレナーデ、あれのね範囲は素晴らしいよ。範囲は素晴らしいし、紫の舞の、全部当たった時のダメージも素晴らしい。だけども悪いとことして、紫の舞は隙が多い、回り出したらばもうガラ空きになるので、チャンスの時にしかちょっと使いにくい必殺技ですね。そしてセレナーデもまあ範囲はいい感じなんだけども、威力がちょっとね低いっていうところ、まあフルーレも威力低いのでちょっと使いにくいですね。ということでキュービ先輩は7位とさせてもらいます。第6位はノズチカですね。新キャラなので結構ね期待してた部分はあったんですよ。でも実際ね500ちょっとまでレベルを上げてみて分かったこと、攻撃力がいまいち低い。なんか番長キャラなので攻撃力高いかなと思いきや、高いのは HP と防御です。もう完全なタンクですね。完全なタンクなのでちょっとね、攻撃の威力が低いっていうところが気になります。もう HP と防御はもうピカイチ高いんですよ。ものすごく高くて、
生存率はあるんだけども、攻撃力がちょっと低すぎる。うん。まあ、次ね、10月のアップデートで来る、高難易度クエスト。あれではね、ちょっと使えるんじゃないかなと。うん。まあ、ワンパンとかにも全然耐えれるので、そこでは使えるんじゃないかと思うんだけども、まあ、今は第6位というところでお願いします。第5位は、コマくんですね。コマくんは、まあ、ソロで行った時にパーティーに1人は欲しいキャラクターですね。まあ、単純にヒーラーです。ヒーラー。うん。まあ、コマくんぐらいしか、全体回復、ものすごく回復するやつっていうのがいないので、まあ、単純なヒーラーとして、すごく使えるキャラクターです。しかしね、火力がね、その分低いんですよ。火力がもうちょっと高ければ、よかったかな。火力が高くって、範囲がもうちょっと横に広かったらば、もうちょっとよかったんだけども。うん、まあ、今は単純なヒーラーとしての立ち位置だと思うので、第5位とさせてもらいます。第4位はメラですね。メラはね、俺好きで結構、使ってるんですけども、まあ、いいところを挙げますと、攻撃力が全キャラ中ナンバーワン。脳筋キャラなんですね。なんで必殺技の威力もありますし、まあ、必殺技3種類、いろいろとバラエティがあって、使いやすいんですよ。ただ、悪いところを言うと、必殺技の範囲がいまいち広くないっていうところと、動きが遅いこと。だね。まあ、脳筋キャラなんで、まあ、動きの遅さっていうのは、仕方ないとこなんでしょうけども、もうちょっと早くてもよかったかなと思います。ちょっと残念ですね。第4位は、メラです。第3位は、ラントくんですね。ラントくんは、変身が2つあって、使い分けができるところがいいよね。まあ、ボスと1対1で戦うようなクエストは、ギャラクシーで行って、まあ、水星ランスがめちゃくちゃ強いんでね。あれが使いやすい。で、雑魚敵が多いところは、俺ミストシャドウをね、もうそのまんまをおすすめします。まず、ブーメランの範囲が広い。そして、足が速いのよ、とにかく。動きが速いっていうのが、すごくね、点数取れてると思います。で、デバフもできるよね。防御力を下げるサイクロンを打てるので、まあ、ミストシャドウ、俺ね、全然強いと思います。まあ、ただ、ボスとね、ただ戦うだけのクエストだったらば、ギャラクシーの方が分があるかなと思いますね。はい、ラント君いいですね。第3位です。第2位は、千秋ですね。千秋なんですけども、アップデート前までは、俺ね、4位ぐらいかなと思ってたんですよ。4位ぐらいかなと思ってたんだけども、アップデートの後に必殺技がね、追加されたじゃないですか。フィニッシュスティング。あれがとにかく強い。あれがね、結構火力出せるので、まあ1対1に強くなった。で、さらにハイパービートは、範囲攻撃ができるし、スカイスネークで回復もできる。っていうことで、すごくね、オールマイティキャラ。使いやすいし、次のね、アップデートで高難易度が来た時に自分で回復ができるっていうのがね、結構ポイントになってくると思うんだよな。まあ、とにかく回復もできて攻撃の範囲も広い、そしてフィニッシュスティングでダメージも取れるっていうことで、第2位は千秋ですよ。では、皆さんもう分かってたと思うんですけども、第1位は、陣平です。これは間違いない。マルチに入っても、まあ 98% ぐらいの確率で、陣平ですよ。皆さん使うのは。まあとにかく、ブルームーン、アースウォーカー、強いです。で、たまに使う、ベニマル、あとボーイ、もう悪くない性能を持ってますので、もう、これは他と比べようがないぐらい強いですね。1位は間違いないです。陣平です。
はい、それではですね、10位から1位までざーっと、やってみましたけども、皆さんの、考えはどうでしょうか。まあこれは俺のね、個人的な考えになるんですけども、まあ妥当だと思うんですけどね。まあ次のアップデートで、まあ必殺技やら、そういうのも増えてくると思うんで、順位はまた変わると思います。とりあえず今の順位はこういうことですね。はい、ではですね、また出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。